ビタリー・イワノビッチ・セバスチャノフ、ロシア語、ラテン文字転写、ビタリー・イワノビッチ・セベスタヤノーブ、1935年7月8日から2010年4月5日は、ソビエト連邦の宇宙飛行士、ソユーズ9号、ソユーズ18号ミッションで宇宙に行った。モスクワビエーション・インスティチュートでエンジニアとして学び、1959年に卒業。その後、 セルゲイ・コロリョフの設計局に参加し、ボストーク・スプスクラフトの設計に従事する。また、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターで講義を行い、宇宙飛行の物理学を教えた。1967年に宇宙飛行士の訓練を自身で始める。サリュート4号宇宙ステーションでの2ヶ月の滞在を含め、2つのミッションを成功させた後、サリュート6号ステーションのために、 地上管制室で働き、1980年代はブラン計画の設計に従事した。1980年代はマン、アース、ユニバースという宇宙探査のテレビ番組にホストとして出演していた。1993年に宇宙開発から離れ、1994年に国会議員に選任された。また、ソ連のチェス協会の会長を二度務めた。 ありがとうございます。